さあやっていきましょう。久しぶりにやっていきます。おっと、前回ゲームオーバーになってしまったが、正常に終了されてない KF アリですのあれが忠告が出てしまったさっき間違えて配信開始のボタンを OBS の方を押してしまいましてね、そういうミスがありました。やっていきます。気を取り直してやっていきます。はい、いやー、どうなんすかね。こうやってね、こうやって動画を上げてるけどね、ちょっと引っかかるものはある。実は今日撮ってる3月28日はですね、もうプロ野球開幕しております。開幕してるんですが、開幕のメンバーの中に清宮がいない。ベンチにもいない、スタメンにもいない、ベンチにもいない。清宮2軍なんですね。なんか栗山がスタメンで出る力がないなら一軍においても意味がないみたいなことをコメントしてて、清宮今2軍ですね。あーあーって感じがするよ。お、さっきチラッと見て、2週分ぐらい、あれ？さっきと違う。さっきと違うな。違う平行世界にいってしまった。さっき2週か3週分ぐらいやって、配信開始のボタンを押してたのに気づいて。おーい！相川！めちゃくちゃだよ、もう。めちゃくちゃだよ。相川もいないのか。野口いるからいいけどさ。相川はうちのこれからを担っていく選手。これからを担っていくがために、めちゃめちゃトレーニングさせなくちゃいけない相川なのに。ああ。それでね、2、3週やったらね、新外人に大砲が来たんですよ、大砲が。大砲安明がね。阪神の4番を打ったり、元中日のね、逮捕来て、おーっと、おーってなってたんだけど、やっぱ運命変わっちゃうね。運命変わっちゃう。外野手で逮捕いねえよ。ピッチャー、チャン・タイケンと、王十光。知らん。ちょっと良さそうな選手が一人も引っかかってこないんだが、逮捕来てちょっとワクワクしてたのに。ワクワクしてた気持ちを返して、大砲がもう、またやばプロストフロストおいおいおい。やべえでしょ、この球団。野戦病院とかしてる。やべえでしょ。清宮は二軍に落とされるし、こうやって、怪我だらけだし、チームは怪我だらけだし。新人との交渉、新人が見つかったって。新人が一人、森口正弘。誰だっけ？知らんぞ。森口正弘。知らんぞ。まあ、今日はね、バーっと3月分をバーってやって、で、4月1日の、4月第1週の開幕戦を今回の、3月末のね、3月の開幕戦に見立ててね、一本、中継を見ながらやっていこうかなと思います。はい、アイカが戻ってきた。アイカが戻ってきた。2週間ぐらいの怪我。なんだ。これは大物外人が見つかった的なあれだね。新総君。ピッチャーか、韓国か。どうなんだろうな。多分そんなに活躍できないと思うな。うん。正直、大砲の方が欲しい。あ、もちろん。間違えた。相川をトレーニングさせるのを忘れております。近江まだいるんだな。すっごい勢いで、ファイターズは勝ってるんだが。ほとんど負け知らず。
で、現実の日ハムですけど、楽天との開幕3連戦。ね、2勝1敗だね。1戦目負け、2戦目勝ち、3戦目、原田!3 戦目が負けということだね。なんだかなぁ。まあ、3立てされなかったのは、まあ、よしだけど、横井渡る。知らん選手、バー引っ掛けよるな。知らん選手、バー引っ掛けよる。練習しておきましょう。この辺の手元にあの攻略ブックがないので、先週データブックがないので、はい、新人とか見つけても具合がよくわからない。あれ、原、相川は、まあ、こうだといいんかな。まあ、コーダトレーニングかなの意味がわからんけど。体力かな。体力、いや、やっぱコーダトレーニングかな。いや、やっぱ体力かな。パワーだ。パワーこと力。で、フロストね。あ、フロストも帰ってきたのね。まあ、フロストはこうだかな。フロストこうだでええんかな。なんとも言えんな。二軍に原田がおるでしょ、坂東と原田がね。まあ、坂東は、投げ込みでいいや。上げるべきかどうするべきかだな。見てなんでやねん、怪我しすぎじゃろ。今年は怪我しすぎじゃ。清宮まで怪我しておるで。一軍投手パンパンか。意外とパンパンだな。堀田を下ろすか、堀田を下ろすか、堀田か藤本のどっちか下ろすか。勇気高いな。勇気を下ろして、年俸9000万ちょっと大きいので、勇気を下ろして、原田を上げる。赤田を上げる。どうだろうな。先発陣は、まあこんなところで。いやー、火の車よ。こんなに怪我人だらけじゃちょっと、清宮の連続出場記録もね、途切れ、ここまでずっと出てたっけ、清宮。関根が投げる、勝つ。関根だけに5億円ぐらい金あげていいと思うな。うちの投手陣では。関根だけに。やっぱね、このゲームはね、球種が多くて、下変化があるピッチャーが、そこそこ変化球があったね。誰だ?ほう。島田勝輝を留学。いいんじゃないの?いいんじゃないの?これは。行ってらっしゃいよ。これは行ってきていいよ。ただ問題は金ですな。この金で、この8600万円で、一応、外人見とくか?外国人選手見ときますか?おかしいな、これ。ヘンリー。俺が見てきた未来と違うんだが、大砲が入ってきた未来と違うんだが、違う未来が見せさせられている。グラウンドの方、まあ、清宮が帰ってきてからちょっともう一回練習内容を、組み直しましょう。たとえ福森が投げたとて、最後はまあいいんだけどな、誰が投げても。ミラバルの球威が A になっている。関根、ちょっと体力ないな。関根、これじゃちょっと、
これで死んじゃう。関根が死んじゃう。ガンちゃんになるのかな。オッケー。よしよし。よしよし。ペーペペ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 。お金が。お金が怖えな。3月ずっと勝ってない。いや、最初の動画が負けたか。うわ、金ないんだが。どうなる？よしよし。グッズショップ売ります。なんだこのギリギリの経営。なんだこのギリギリの経営状態。なんでこんな金ないんだ。サテライトップ、サテライトップ。勝つと2400万円。サテライトップ、はい。OK、サテライトップでいきます。勝率8割になるんか。あれ？いつ負けたんだ。8試合やっていっぱいしたら8割って感じかな。なんかな。はい、シーズン開幕です。ペナント開幕、ペナントレース開幕、イエーイ。はい、私はピランとどこまでいけるかは知りませんが、関根あたりを休ませてやってほしいな。いや、ガンちゃんでいいよ。ガンちゃんですね。ガンちゃんの開幕試合見ようかな。したら、雨じゃん。雨じゃない？いきなり雨の予感がする。今シーズンどうやって金稼ぐかな。金稼げるかな。グッズショップがないから、この辺の売り上げも少し下がってます。なんでこんな金ないんだろう。やっぱ選手の年俸が高すぎるとかかな。そんなに無駄に、3000円ですね。1試合3000にしよう。ちょっと安く設定しすぎてた感あり。はい。今日がうちの開幕試合。清宮がいないので、この打線でいいかな。右左右左右左左右左、まあいいか。ちょっと待て、なんで稲葉がファーストなんだ。稲葉ファーストにするやったら、稲葉ファーストにことやったら、三塁を森本かフロストかな。いや、森本かな。ファーストに小笠原を置いて、稲葉は欠場でいいんじゃないかな。ここどう見るかな。まあ、打力でやって今稲葉かな。ちょっと打力にも長いなんで、で打順を組み直して、新庄3番、まあこうこれぐらいかな。新庄こう4番に新庄を置く、ちょっと新スタイルでいきましょう。はい、さあじっくりと試合を見ていきたいところですが、もうここまで15分ぐらい経っているのでね、あんまり長いとまだ動画を見る人がだれちゃう。エンタメとして長すぎるということなので、ささっといきます、今回は。さささっとね。ガンちゃんの勝利を見届けたら、ささっと終わるつもりよ。相手はライオンズということでね。相も変わらず、左バッターがずらっと並んでます。坪井がツーベース。で、小笠原。3番に入った小笠原が、センターフライ。4番新庄。ピッチャー松坂大輔。もう松坂は引退してるんですわな。え？松坂引退したっけ？そこは曖昧だな。多分だけど、
このゲーム中で未だ現役の選手っておそらくもう多分福留だけなんじゃないかな。福留はまだね、現役だけど、福留以外もういない気がするんだよな。そう考えると福留ってすごい選手だよね。この時代の野球ゲームからの唯一の生き残りみたいに なってる。森本走らせたかったな、一人。多分そうよ、多分。藤川球児すら引退してるもんね。フォアボール。ここ、ちょっとここ怖いね。ノーアウト一塁二塁。ちょっとバントシフト引いた方がいいんじゃないかな。バリバリバントの構えだし。バントシフトでいいよ、バントシフトで。ちゃんとバントシフトでいいよ。なんで入らんの？ガンちゃん。入れて、ストライクを。おかしい、1ビットル。おかしい。ストライク入らんねえ。いやー、これはピンチぞ。松井一。よしよし。4番松井。そうだったな。抑えれる未来が見えんか。ホームランじゃない？一球ウエストしろ。一球外させる、あえてね。投げた。ストレート大きく外れました。ボール。散らしていきます。いや、今のウエストが間違えたか。頼むぞ。なんでやねん。ここで押し出し。ホームイン。ちょっとガンちゃん。まあ、松井を実質敬遠したのは、満塁からの松井実質敬遠はまあ、ありかもしれん。最少失点で抑えるための策だったかもしれん。もしかしたら。西浦。もしもここ 2点で抑えたら、松井をフォアボールで歩かしたのは、ナイス判断だと言わざるを得ないよね。もう一度牽制です。松井秀喜を。盗塁を警戒しています。入らんなぁ。ストライクが入らんなぁ。ここよ、ここ大事よ。入れていこう。なんでじゃ。ここで押し出し、ホームイン。もうエースの背番号18剥奪したろうかな。追加点のチャンスになります。投げた。痛烈な当たり。センターフライ。野手を信じて投げたらさ、うちのチームは外野はちゃんとしっかりした外野なんだから抑えてくれるんよ。そういう信頼関係。ダメだ。信頼関係があるはずだよ、うちのチームには。ダメ、野手もグダグダだよ。こうなってくると野手もグダグダよ。よし、うそ。稲葉か？レフト稲葉か？今のエラーは。稲葉か。ひでえ試合だ。ボコボコじゃねえか、セーブに。悩ましいな。オバンドは帰れんよな、まだ。いやー、完封かもしれん。松坂相手に。この試合
やはり松坂は手強かったと言わざるを得ない。ガンちゃん5回は投げ切ってくれましたね。よし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 、ここで相川を変えることはない。ランナーを、いや変えてもいいね、変えてもいい。相川そんなに足早遅くないからな。まあ平下あたりで、あ、ちょっと遅い、やばい、なあ、遅かった、なんかスタートが。攻めもよくねえな、この試合は。冴えてねえ。チェンジアップ。打順もあんまり良くないな。打線の組み方も。やっぱトップバッター、金子誠っていうのは、ちょっと荷が重い感がある。これはいいスタートですね。セーフ。バッター、坪井。ランナーはセカンド。カウントはノーストライク、スリーボール。ここで入りません。さあ小笠原にはもうただ長打を狙ってほしい。ここは156キロ。おお、インコースを厳しくついていきますね。インコースをチェンジアップで、ああ入ってくる。長打狙いと言いながら一振りもしていない。よしよしよし、一人、よし、一人返した。問題はここで新庄4番なんですわね。そんなに確実性はないぞ、4番新庄は。いやー、打てそうな気がしないな。スライダーでもおしまいよ。スライダー投げてこい。あー、ただのストレートでも全然一発狙いしてた。しかも大関にヒット。大友は振りに、あ、待てい、平下のままだった。選手交代です。もうちょっと手遅れ感があるけどね。高木大成抑えてほしい。さあ西浦です。ツーアウト満塁で西浦、ここで1点入るとかなりうちのチーム厳しくなります。ですがエースガンちゃん、そこはエースガンちゃんきっと抑えてくれることでしょう。よしよし、ナイスフィールディングですね。松田何球？ 74 球。ただこの回はいけるね。アウト。稲葉。フォアボール。よし。ここで平下出したかったな。石本なら刺されるということはない。からのバント。森本一人バント。まあ万が一にも一人がヒットを打てることは、まあ打ってんだけど、前の打席か。これ1点刻みたいね。ここでバッター野口。頼むよ。これバッター157キロ。
でバッターを変えるという手もなくはないけど、ここは野口にかけたい。ワンストライク、ツーボール。投げた。ボール。ワンスリー。いいとは思う。見逃してストライク。フルカウント。もう一度牽制です。何投げるかな。ストレートはやめてほしいな。ランナー走った。田中健介はいいと思うね。いいんじゃないの？ファール。左ピッチャーではないから、多少確率は上がる。バッターとしてはそこそこ育ってきたところといったところか。もう田中健介はもう引退してるもんね。長くプロ野球を続けてる人はやっぱりそりゃすげえやってなるな。ツーストライクツーボール。ツーストライクスリーボール。ここで一本ちょんと当てれば、あーフォアボール。ここで一番がつぼいだった方が良かったんじゃないかなって思いますね。金子誠ではな。スライダー。ただし松坂も投球数が100球を超えております。ちょっと球が荒れてるね。一球見ていこうか。ここ一球見ていこう。いいよいいよ。もう一球見ていこう。ツーストライクまで見ていこう。ツーストライクまで見ていこう。よーし、これは値千金のフォアボール。さあうちの打線で一番確実性があると言ってもいい坪井です。逆にここで坪井で点取れんとだいぶ怪しくなってくるね、雲行きが。なんで、なんでそれ振った？なんでそれ振った？ここで立山。下位打線を抑えてもらいましょう。ピシャリ、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 ピシャリ。よし、オッケー。さあ、バッターは小笠原。安定の出塁ですが、松坂はまだ塁を降りませんね。そろそろ降りてもらってもいいんですけども、降りてもらった方がいいんですけれども、いいスタートを切りました。これはセーフでしょう。セーフ。さあランナー二塁に置いて、また4番の新庄、前の打席ヒットを打つことはできませんでしたが、ちょっと松坂もここに来て球が荒れてきております。最初のストライクは高速スライダー。いいんじゃないの。いや、小笠原の足が止まっている。レフトフライ。さあ、おバンドですね。初球高速スライダーはインコース外れております。2球目、チェンジアップを高めに。内角高め。ここでカウントはノーストライク2ボール。あまり勝負する気はな、ストライク。球の球速が落ちてますね。147キロまで落ちてます。156キロまでを誇っていたストレートの球威はもはや見る影もない。ここやぞ、ここやぞ、ここ決めるとこやぞ。どうだ。いや、小笠原の足は止まっている。いやー、もう一伸び、もう一伸びが。石本を変えれる、変えることはできないね。これを打たすしかないね。いやー、なかなか松田が崩れない。ここはもう左の原田でなんとかこの左の3人、左バッターを、いや
嘘でしょ。まずい。高木大成、抑えてくれ高木大成を。よし、サード森本一人ですが、あ、ピッチャー変わってます。デニーに変わっております。デニーともりでいいかな。ともり優位だよね。いやー、ツーストライク。もう期待薄。デニーもね、ちょっと変なモーションなんですよ。野球つくないでは。なんかノーランライアンみたいな足のこう、上げ方というかね。こう、クニャンツ。足をクニャンとして投げるからね。このタイプのピッチャーが投げる試合は長くなりますよ。ちょっと投げるモーションが長いっていう。そしてタイミングが取りづらい。野球はその方でやってみると、これもめちゃくちゃ打ちにくいフォームです。が、田中健介バントだ。ナイスヒット。ナイスヒットだ。即盗塁。さあ、金子のこと。さあ、金子のこと。ランナー二塁に置いて金子のこと。ピッチャーは松坂ではなくデニーに変わっているので、打つことは、全然打ってもいいよ。全然打っても。全然打ってもいいよ。ツーストライク、スリーボール。フルカウント。ヒット一本でランナー帰ってきます。フォアボール。さあ、土井。土肥かな。土肥だよ。このピッチャーはソフトバンクにその後移籍しましたよね。打ってほしいが、やっぱ左のバリバリの左バッター坪井にはちょっと厳しいか。さあ、気を取り直します。転生です。でもまあ、バッター変えるわけにもいかんしな。いやー、めちゃめちゃ頑張って攻めてるけどな。掘った。いや、ポロポンと出したような気が。ダメか。やっぱダメか。もうサイミナバル投げ出すのは頭おかしいな。桜井だな。よしよし。オッケーオッケー。高木。いや、めっちゃ火消しできてる、桜井。めっちゃ火消しじゃん。投げました。こういうピンチに颯爽と現れて火消ししていく男、かっこいいと思う。ストレート。このなんかこのなんか頼れる感はすごいいいよね。他人が出したランナーを返さないっていう。俺が尻拭いしてやんよっていう、そういうね、そういう熱い心意気が見えますね。桜井ナイスリリーフ。さあ、まだ4点、まだ4点差はありますが、まだ勝ちを諦めちゃいない。プロ野球ってのはそういうもんでしょ。最後3つのアウト、27個のアウトが積み重なるまで、まだ試合は終わってない。あと3つアウトが。いやー、どうだ。ナイスヒット。左中間真っ二つ。ここでピッチャー変えるべきでしょうね。お、変えない。新庄に対して左の同飛。これはセーブバッテリー、セーブベンチのちょっとミスじゃないかな。系統が、新庄打つぞ、左には強いぞ、
確か。ナイスバッティング、完璧に捉えたあたり。さあ最終回盛り上がってまいりました。先頭打者から2人続けてのヒット、そして新庄はすかさずセカンドを落とします。ここでバッターはオバンド、強打のオバンド。右打席に立っているのでピッチャー土井は変えた方がいいでしょう。ライオンズベンチの継投が遅れております。これはチャンス、ワンストライクツーボール。バッティングカウントにはなりましたか。ワンストライクスリーボール、一球見てもいいカウントになったけど、オバンド決めてもいいよ。ここはフォアボール、ランナーがたまりますね。オバンドダイソーを出したいけど出さんな。石本はまあこうだし長だしだから、この中のバッターの中じゃ割と確率性が高い。いいよいいよいいよ。さあオバンドをどうするか、どう考えるか。さあそう、セーブベンチも抑えのエースを出してきましたが、ここでバッターをこちらも変えましょう。左のバッターに変えたいところですが、まあ、右コーナーの高さから考えたら赤田を出すべきかな。あれ赤田スイッチヒッターにしてなかったっけ。まあ、ちょっと右コーダー高いんでね、赤田にはちょっといいんじゃないのその前石本一気に生還。9回にこの土壇場でのよしよしよし、ここで野口にも代打を送り込みたい。いやーどうだ、打力では王だけど、王だね。この後のことを考えたら王だね。さあ王は左打席、気を取り直して次の球、二塁かせ、投げ試合になったな2ストライク1ボール、追い込まれてます。森進二ってもう亡くなったよね、そういえば。早かったね、亡くなったよね、亡くなった気がします。田中健介バントでランナーを三塁に進めようか、ないしはセーフティーバント。いいよいいよ、いいんじゃないの。これよこれこれよこれこれよこれこれ、これでゲッツーもなくなったね。さあ金子誠決めて、選手会長金子誠決めてくれてもいいですよ。飛距離十分、よっしゃー、幸先いいね。もう負けるかと思ったね。やっぱあの桜井のリリーフが効いたな、あれが全てだ。いい試合だったいい劇的さよならの試合だったね。よー、これがあるからやめられんよこのゲームは。素晴らしい攻めだったな。いやー見事。でももうこれだね、ここからの桜井のリリーフ、これが全てだな。ちょっと振り返っておきましょう。桜井のリリーフね、1回打三振1、9
綺麗に球がばらけてるね。ストレートはこういう感じ。ほぼほぼストライク取ってないね。ストライク3つしかない。ストライク3つしかないけど、それで抑えてる。素晴らしい。はい、次も勝ちましょうか。次はもう普通定石通りに関根が投げます。勝ちます。関根は普通に勝つね。小笠原愛川、小笠原愛川、イエーイ。9000万円てん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 。松中がめっちゃ打ってるな。防御率では通信、まあ誰も入ってませんね。桜井も、まあ、勝利を挙げたものの本来は先発ではないので。よし、これで清宮帰ってきたな。1億3943万円月末決算な。どう考えるかな。一応外国人どっか。トレードはどうなってんだっけ。トレードしてたっけ。全然全然だ。ピッチャーの一人ぐらいは取ってもいいのかなと思うけど、うーん、ヘンリーぐらいだろうな。取るとしても、取るとしてもヘンリーぐらいだと思う。なんか変、スローカーブが武器みたいなの書いてあったから、ちょっと尻込みするな。あ、スワローズとあともう少しでトレードが成立してしまう。次回覚えておくために一応清宮のスタメンを、清宮を一軍に呼び戻してスイッチヒッターバンド敵にカーブの光をポチポチだな。やっぱ右左右、おバンドは下に下げて清宮で、おバンド金子インナーバッコに持ってきて、金子有川田中健介という打順でいきましょう。ここですね。いやー、今回はなかなか、あと誰か練習下に落として有機の練習方法をちょっと調整かな。パワーピッチに切り替えていきましょう。有機はストレート強化、バンドはなコントロールかな。 OK。 でもあれ、他の選手とかの練習強度もしっかりにして全員回しましょう。どういうこと？こんなもんでしょう。ストレートかな。堀田とかも、まあ、ストレートかな、まあ、いい選手になってるよな、思いのほか。ミラバルとかもな、ストレートだけでいいんだよ。他に何もいらん。正田はどうだろうな。正田もストレートかな。とりあえずストレート。桜井はフォーク覚えさせたいけど、桜井フォークかな。もう出来上がってる選手として、原田もう少し球速が欲しい。いや、スライダーかな。伸びなくてもスライダーを上げていく。福森はもういい選手だな。めちゃくちゃいい選手だな。正直火の打ちどころがないが、清水あたりもスライダーかな。いや、ストレートかな。いや、スライダーかな。立山はストレートかな。ガンちゃんは、ガンちゃんと関根の2人はもう峠を越してるので、2人はもう基本的に調整で回します。この1年野口もまあなんとかキャッチャーとしての能力を伸ばしてくれればいいんで、
王はほどほどに長打。あとは清宮が怪我明けなんで、でも悪くはないけどな。田中健介、高打練習、いや長打練習、いや守備かな、今は守備かな。飛距離はちょっとやっぱ高打が低すぎるので、赤田も守備かな。 C の守備力 C はちょっと低すぎるので、金子誠はどうするかな。いやこうだかな、守備上げたいけど、まあもう十分守備高いし、で小笠原は打力でしょうね。こう打力、こうだ A まで上げる。新庄も成長が望めなくなってますが、まあこうなってくると高打とかを伸ばしていく。坪井はもう安定感がすごいけど、守備がちょっと下がってきてるんで、守備練、坂東ももうちょっと、もうちょっと後継者を探す段階ですな。石本はどうだろう、やっぱ総力かな、ひたすら総力。稲葉ももう峠を越してきてるんで、まあこんな感じ。平下こうだ、長打、こうだ、こうだ、長打、長打、体力だな、いや力だな。よしこんな感じかな。まあこれで1年トレーニングしていきましょう。長くなりましたが、こんな感じで今回の3月号の模式をシリーズをおしまいにしましょう長くて50分とかになっちゃった。まあ見たい人だけ見てくださいって感じですね。見たい人だけって感じになっちゃった。長すぎた、試合が熱が入りすぎた。しかも後ろの練習の設定とかが長々やっちゃったてな感じで、まあ、今日はこんなところにしましょう。また一月に1回ぐらいのペースで、一月に1回か2回ぐらいのペースでね、模式用の動画もね上げていきますので、よかったら見てください。ほんなまた。